ファイナルファンタジー13実況プレイ。実況者は DAL でダルと申します。初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さん、お世話になってます。今回はパート94でいただいたコメントです。藤田大輝さんからのコメント、初コメです。ダルさんのドラクエ実況見てドラクエ買いました。ドラクエ終わったら FF も買うつもりです。 FF はやったことないんで実況見て頑張ります。ダルさんも頑張ってくださいというコメントをいただきました。ありがとうございます。やっぱり実況を見て購入しましたとか購入する予定ですみたいな風に言ってもらえるとすごい嬉しいですよね。嬉しいしありがたいなって思います。やっぱりそこを目的として実況してるとこもあるんでね、一つの目標であるんでね、自分が実況してそれで買ってもらう、買ってもらえるような実況をしたいっていうのが一つの自分のその実況の中でのね、まあ、目標狙いのうちの一つなので、すごいありがたいコメントだなと。よくこういうのをもらうようになったのでね、つい最近からいただくようになったので、こういうコメントをとてもありがたいし、やりがいが、これでまたモチベーションも上がるし、本当にありがたい限りだなと思います。はい、本当にありがとうございます。パート94ではですね、他にもコメントをいただいてまして、今この正面にいるアダマンタイマイ、アダマンタイマイを4回倒して、トラペゾヘドロンだったかな、上位武器に変換させるための素材を2個ゲットしたっていう話をして、なんかどうやらそれが相当運が良かったらしく、確率で言うと、この方ロッキー B さんという方なんですが、まあその方の計算によるとどうやら 5.5% 4回でトラペゾを2個ゲットする確率が 5.5% っていうことで、相当運が良かったみたいですね、っていうのもコメントで書かれてました。そのトラペーゾーヘドロンはもうとっくに使い切ってねとっくに使い切ってます。はい、ということで、早速やっていきますか。今回は湧き上がる違和感、スーリア湖に名碑がありまして、でこちらに帰ってまいりました。ちょうどアダマンタイマイゾーンですね、アダマントータスゾーン、アダマンタイマイゾーンです。これ無理だな、進めないようになってるな。あ、こっち切る。ナイスナイスナイス、そうナイス。アダマンタイマイ、これもタイマイですよね。あ、タイマイじゃない、あれもタイマイじゃないんだ。トータスか、これもトータスか。こっちがアダマンタイマイだよね。あの背中にトゲが生えてるのがタイマイなんですよ。で牙がちょっと短いんだよね、トータスとかになるとね、よく見ると。あ、どうやら今回のこいつが相手らしいです。アダマントータスですね。勝負勝負。また若干あれを変更しないといけませんね。まあ、アダマントータイマーより強いってことはないと思うんで、フォーミダブルからスタートでいきます。勝負。こいつは、あれですよね。簡単に倒すんだったら、バニラをリーダーにして自分でデス打ちまくるだけですね。最初に召喚獣を呼び出して、まあ、それだともうお見せしてるんで面白くないから。もうゴリゴリ倒せるようになったんで、全然弱体化が効かないんだけど、これなんで、え、どうした、あ、やっとウィーク効いた。え、いやウィークもうあるからいい。なんだなんだ、妙に効かなくなったな。え、なんでウィーク効いてんのにウィーク打とうとする。ターゲット変更したのか。違う違う違う、左足、そうそう、それでいい、それでいい、それが正しい。よし、あとデシェルのみ。一旦アシュラに変更して、左前足に、左前足ですよ皆さん、デシェルをかけて即トライディーザスターに変更して攻めろー、いけー、やばい、これ死ぬ。一旦回復しよう。あのイージーモードと違うからね、ダメージ量がね。冷静冷静、ここら辺は冷静にいこう。左前足、左前足、はい、物理耐性つけてくるべきだった、失敗した今魔法耐性だついてるの。もう一旦回復を混ぜてフューリアスに変更して、左前足を確実にこのブレイクで終わらせたい。
OK。で、アシュラに変更しまして、今度は右足を狙います。右足を狙います。あとデプロテのみ。デプロテ入りましたら、フェニックスに一貫変更しまして、なんか来そうだったね、今大丈夫。今ちょうどキャンセルできたかもしれないですね、運がよく。右前足のブレイクポイントをがっつり貯めます。がっつり貯めます。ゴリゴリ貯めます。あー、バニラのあれが消えた。一旦ヘイストかけましょう。オッケー、こうなったらフューリアスに変更して。違う、そっちじゃない。違う、お姉さん違う、こっち。うわ、死にかけてる。何、プロテダ消えた？あ、消えてる、やばい、死ぬ。これはまずい。一旦体操立て直そう。フォーミダブル。頼む、プロテダ、はよ。やばい、死ぬ。さすがに無理。イージーモードじゃないからね。プロテダ入ってる？入ってる、全員入ってんじゃん。あれ？さっき入ってなかった？あれ、それともただあれしただけ？あれ？焦るな、俺。冷静。右前足はもう全部入ってます。一回食らったところでトライディザスターにして、みんなで右前足を冷静に狙う。冷静に狙います。倒しきります。そして倒せたかな。オッケー。したら寝っ転がるんで、そしたらもうあとはただゴリゴリいくだけです。バイオとかかかんないんで。デシル入った。ウィーク。オッケー、ウィーク入った。もうこれで十分ですね。あとはゴリゴリいくだけです。トライディザスターでみんなで貯めてあげて、あっという間に溜まりきるんで、ブレイクポイントが、そっか、アダマンタイマーは500くらいまであるんですけど、トータスはやっぱり緩いんですね、ここら辺がね。戦うでもかなり溜まるんで、まあ、999にするとダメージ量が半端なくなりますから、溜めつつですね。で、溜まりきりましたらケルベロスにしてあげて、あとはもう殴り続けるのみです。あー、9万超えないのか。はい、 OK。 ファングさんがルインだったからダメージ量がいまいちだった。おー、プラチナインゴットもらえた、ラッキーですね、運がいい。そしてまた源氏のコテをゲット。カイワン、アダマンバスター、やったぜ。これは何のエネミーレポートかな。野生モンスター、アダマンとかある？ない。あー、これかな、コンゴウガメかな。アダマントータス、今戦ったのがこいつでしたね。トータスでもトラペゾ出るんだね。へえ。ずっと戦ってたのがこれ、アダマンタイマイ。トータスで出るんだったら、なんで俺トータスに攻めなかったんだろうね。アダマンケリスっていうのもいるんだ。はい、ということで無事コンゴウガメ撃破できました。ミッション63クリアということで、次回ラストミッション64となります。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。